よ。よい。せーの。3。さあ、さんです。抹茶です。よろしくお願いします。お願いします。今日は、メイク動画です。メイクをしていきます。早速、始めてこう。始めてこう。始めてこう。一個一個紹介する気はないよね。ないね。そんないいもん使ってないし、ね、そう、しか別に誰も興味ないしね、うん、何使ってるか。これ何？かわいいね。それはエチュード。なんか前割れてね。え、そうだよ。かわいい。なんか前色かわいいね、鼻刺してくれる。パーソナルカラー診断行った時に、うん、おすすめされて買ったやつ。ああ、前言ってたか。うん、エチュードでやってて、うん、何の人の前で言ってたっすな。かわいい。くれとこうじゃん。あ、かわいい。光ってる。あ、そうだよね、光ってるよ。いいっちゅうの出さなくてやれ。じゃあお願いします。お願いします。お互い何の化粧品使ってるかとか知らんよね。うん、全く。私のリップクリーム今ないから、ベビー忘れそれで代用になるの？うん、うん、なってるなってる。保湿っていうか、まあ乾燥はしないね。あ、唇でもいいんだそれ。うん、え、コンタクトしてる？はい、してます。してますか？してますけど。あ仲悪いんだ。 OK, let's go。 ちょっとね、二重の調子悪すぎてね。バレてない？右目だけアイメイクしたくない。これ、ニキビできました。で、ちょっとキサがずっと話したかったことを話していい？いいよ。あの、YouTube をやってるよって周りに言って、で、見てくれて、で、結構キサがカフェで話してたあの、上司の不倫ネタが好評だったので、最新情報をお伝えしたいんだけど、うん、私も知らない話、ね、聞いてくれるかな。うん、いいよ、話してごらん。何週間か前に会食があったのよ、うん、お客さんと、うん、で、お客さんが同じなのよ、持ってるお客さんが、うんうん、だから会食もその不倫上司と、あともう一人の上司と3人で行ったの。うん、あ、先生音消えるのよ、それ。バン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 って言って、なんだけど、分かった、ちゃんと話すわ、一回やめて。うん、いいよ、やってて。そう、で、あ、いいよ、やってて。私はいいの？あ、私はいいよ。手止めてっていうやり方。あ、違う、キサだけ止める。オッケー、いいよ。うん、で、不倫上司と、もう一人の上司とキサと3人で会食に行って、うん、で、会社からお店まで、スタートもさ、到着地点も一緒なわけじゃん、みんな、うんうん、その3人は、うん、だからわざわざバラバラで出ないじゃん。うんうん、みんなに出る。そうなんだけど、一人の上司が不倫してない方の上司がお客さんのアポがあったから直接お店に行ったのね、うんうんうん、で、キサはその不倫上司とお店まで一緒に行ったのよ、うん、前のカフェの時に多分言ったけど、その不倫してる女の方、相手のね、まあ彼女が、うん、キサのことよく思ってないじゃん、うんうんうん、で、キサいないって言ってたのさ、不倫男は彼女に、うん、もう一人の上司と俺二人で行くからみたいな、はいはいはい、男二人でお客さんも男二人だからみたいな、うん、だけど実際はいるのね、うん、でもキサの名前を出したら怒るから彼女が、うんうんうん、だから言ってなかったの、うん、そしたらそれを確かめるために、社員通用口で待ってて。めっちゃ怖いでしょ。7時って言ってたんださ、会食7時からって言ってたんだって、その彼女にね、うんうん、で、まあ、だいたいお店まで逆算したらさ、30分前ぐらいに出なきゃいけないなって多分計算したんだよ、そいつも、うん、で、まあ、本当に30分前に出るから、うん、したら下に待ってて。そう、どうしたの？確かめるためにね、うん、じゃあキサはさ、一応気づいてないっていうか知らない体になってるから、うん、普通に何も気にせず、なんか、あ、お疲れ様ですって言ったの、うん、ガン無視されて、うわやばいでしょ。で、もう一人のその、もう一人っていうか、その不倫男のことをもうなんか無言で睨みつけるみたいな、なんか無言でこうずっと
うわー、怖っ。めっちゃ怖いじゃん。で、その不倫上司が、いやいや、違う違う、大丈夫大丈夫とか、なんかよくわかんない、え、その人に言ってんの？そうそう、大丈夫大丈夫、なんか大丈夫大丈夫、分かった、大丈夫、いいからいいからみたいな、もう喋らせない、うん、なんかうわーって言って、で、キサはもう関わりたくなかったから、バーってそのまま出たのよ、無視されたし、先に行ったの、うん、そしたらその上司がわーって追いかけてきて、なんか、いや、めっちゃ怒ってたみたいに言ってて、お前のせいじゃね？いや、そう、てかお前がさ、嘘つくからやんって感じじゃん、うんうんうん、でもさ、そもそもその女もさ、こっちだって会食って言ったって仕事だから、うん、なんかその仕事の延長じゃん、それになんかさ、うん、怒られても知らんしみたいな、うんうん、だけどまあ一番は嘘つくのが悪いんだけどね、うん、そいつが悪いよ、そう、そいつが悪いして、なんか、いや、めっちゃ怒ってたみたいな感じで来て、当たり前だろみたいななんだお前とか思って、それで、そのまま行ってたのよ。そしたらめっちゃ後ろチラチラ振り向くのね、その上司、うん、気にしてみたいな、そうそうそう、したら本当についてきてて、ついてきてないよなとか言ってチラチラ見てたら、ちょっと待ってみたいな、うん、止まって、うん、あれそうじゃんみたいな、うん、言うんだけど彼女ね、うん、じゃんみたいになって、もうやばいんだって、しかもそれ2丁分ぐらいついてきたの、ストーカーじゃん、え、そうなので、なんかもう鬼電も来てて、携帯に、うん、でも嫌だから、キサ関わりたくないし、そんなのに巻き込まないでほしいから、うん、マジで話してきてくださいみたいな、うん、もう言って、うん、で、キサはもう関わりたくないんで先行きますみたいなこと言って、バーって言って、またなんか追いかけてきてさいや、話してきたみたいな、いや、してなんかもういいって言われたとか言ってて、そりゃそうだキモいって、30歳だよ、彼女、もう30でそのこじらせ具合やばいってどうすんだよ、確かにやばいよね、普通にもうそれ以来来さ、会って挨拶してももう毎回無視、いや、偉いよ、それの中でもちゃんと挨拶するのがえ、来さもうさ、気にしてませんよみたいな、うんうん、あなたのこと気にしてません、どう思ってませんみたいなスタンスでいたいわけ、逆になんか仕方するとなんかね、気にしてるみたいな、え、そうそうそう、なんか同じ土俵に立ってる感あるじゃん、はいはい、そうね、で普通に、あ、おはようございますとか言うけど無視、うん、向こうからしたらそう言われるのも、あの、面白くない、うん、面白くない、うん、多分だからやってる、 OK, let's go、 もうちょっとこうじゃない、うんうんうん、携帯で撮ってるんですけど、ストレージが減っちゃったので変えました。 OK? 戻ってきたよ。あ、すごいじゃん切り替えたじゃんどこまで話した？マジでこっちおいでって、でもさ、そしたらさ、適当に山だって、なんだっけ、何の話してたっけ、不倫男の話、あ、どこまで入ってたんだろう、あのさっきのそのストーカー事件1、2がキサが仕事辞めたいって言ってて、それに感化されて、なんかディズニー好きなのよ、その人、そう、年に2回3回ぐらい行くんだけど、うん、このディズニーの会社オリエンタルランド、はい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 、でなんか最近募集してるらしくて人を、へえー、あ、そうなんだ、そこにキャストってこと、いや、あの社員も全部込みで、で募集してるらしくて、そこにエントリーシート出したらしい、なんか俺もディズニーで働けたら嬉しいし、奥さんもキャストで働きたいって言ってたから、うん、なんか受かったら万々歳じゃんみたいなこと言ってて、うん、彼女とはじゃあ全然別れれるって感じなんですかみたいに言ったら、うん、あ、忘れてた、怖いじゃん、忘れてたって、やばいんだってさ、もう自分が一番だからさ、うん、いいんだよね、多分彼女とか奥さんとか家族って二の次なんだよ多分、うんうんうん、自分が良ければいい、なんかもうほんとそれでなんか多重人格みたいでさ、怖いんだよね最近、で忘れてたって言ったのに、その何分か後になんか通勤、いつも車用車で通勤してんのそいつ、うん、ダメだけど、うん、その車用車でなんか1日何キロ走ったよみたいな記録を出さなきゃいけないことになったのさ、うん、でそうなったら通勤で使ってんのバレちゃうじゃん、うん、けどその車用車を乗って彼女と一緒に帰ってんのさ、はいはいはい、だから車を乗れなくなっちゃうと彼女と一緒に帰れなくなるわけ、うん、車で、うん、それはまずいと、うん、
だから軽自動車買おうかなみたいな、通勤用の。そのためだけに。そう、そのためだけに。いる？いらないでしょ、うん、いらないし、さっき忘れてたよねみたいな、うんうんうん、さっき忘れてたのになんで買うんですかみたいな、え、どういう感覚で言ってますそれみたいに言ったら、うんうん、俺さっき忘れてたっけみたいな、うん、その忘れてたことすらも忘れてんのえ、もうやばいの。マジで多分多重人格だよね、だから、うん、あれ、多分そうだよね。そうなってんだいや、本当だよ。めっちゃキモくない？本当にキモいよ不倫はダメだよ、絶対ダメです。ダメだよ、絶対ダメだよ。あ、右目ダメだ。終わってる？右目死亡あ、お魚行ってきた。家族旅行で行ってきて、うん、めっちゃ楽しかったえ、何日間行ってたの？3日間？そう、2泊3日で行ってきて、うんうん、なんか伊勢神宮に何年か前、4年前、うん、4年、5年ぐらい前に行ってて、うん、まあその時は看護師になる前だったから、うん、看護師なれますようにのお参りみたいな、うん、で行ったの、うん、今はもう無事なれまして、うん、晴れてなれまして、あ、おめでとうございます。で、仕事も してて、うんうん、だいぶ落ち着いたし、まあお礼参りみたいな感じで、うん、もう一回行きましょうってなり、うんうん、本当はそれの目的で行って、でもあの甥っ子とか姪っ子がたくさんいるから、うんうん、みんな連れてくのに、せっかく大阪行くならユニバ行こうみたいな、うんうん、になって大阪行って USJ 行って、うんうんうん、帰ってきたみたいな家族旅行でしたね。え、1回目の時も家族で行ったの？うん、行った。そうなんだ。でもその頃はまだ誰も生まれてなくて。あー、そっかそっか。確かなんか安産祈願とかもしてたから。あー、なるほどね。結構 USJ その朝からね、うん、晩まで遊んでたけど、結構元気だったの私。すごいね、まあ、マジ元気だよ。 足痛くなくて。お、珍しくない？珍しい。だからディズニーとかさ行ったらさ、足痛くなるじゃん、うん、結構、うんうん、でもあのスニーカー履いてたけど、あ、全然疲れなくて、めっちゃ楽しい。あ、もっと痛かったなみたいな、あ、そうなんだ、思ってたの。へえ。だからなんかもう、あ、また行きたいなみたいな、アトラクション乗りたいみたいな、あ、っていう気持ちが強くてあとはいつも見てんの？そうYouTube とか、うん、トークとかで、うん、もう終わった？うん、もう終わった。え、ファンデーション塗った？塗ったよ、さっきポンポンしてたしょ。あ、してた。あ、デコよ。デコ塗ったよ。あ、塗ったんだ、うん、あ、その時だけで避けた？うん。あ、そうなの。眉毛終わったらもうしまうよ前髪しまうから。あ、しまうね。あ、これいいよ、これ。こんな感じ、隠すほどでもないんですけどね、ピントもクソもないから。クラランスのリップオイル。うーん、なんか縦じゃなくなるよみたいなやつ。はい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 。もうでかっ。うん、でかっ。いい匂い。あー、たらこみたい。はい、めっちゃいいです。そう、いい匂い。 OK, let's go。 じゃあ見せてきて、顔。まあ、いたってナチュラル。手ばくないから、私。手ばくないよね。うん、多分。とナチュラルメイクだから。そうなんだ。うん、手ばくしたことはないの？ないよ。そうなんだ。え、ないと思う。口塗っとくかじゃん、うん、あ。塗ってなかったの？うん。塗ってない。塗ってないで完成とか言って。え、毎日塗るわけじゃないの？塗らんよ。あ、そうなんだ。塗らん、全然塗らん。そこまで。重要じゃないんだよ。そうなんだ、自分の中で。あんな重要？重要でしょ。だって重要でしょ。あ、じゃあチークはね、毎日塗らない。あ、チーク、そうね、私塗らんかも。だけどこのリップをこうやってポンポン、最近はよくやってます、うん、リップチーク的なやつじゃなくてもね、なんでも、うんうん、なんか色揃う気がしてて、まあ、絶対に正しい方法ではないと思うけど、
完成。終わった何の盛り上がりもないまま終わっちゃった。本当だね。のしない。親友と好きな人が被ったら譲る譲らない。あーあー奪ってやったぜみたいな。